オッソラ勇者ロックマン3ドクターワイリーの最後、ワイリーステージ5かな、多分行くよ。一応回復しておくよ。タップスピンは絶対使わないから、スネーク、よし、すごい。タップスピン回復しておこう。すごい、ハテナ感ほぼ期待を裏切ってくれるわ。よし、早速。しかもゲージが変な色してる。あ、なんだか、あ、潮干狩りでも、潮干狩りマンと名付けるか。よし、潮干狩り、潮干狩りってなんだっけ、こっちか。ダメージなんだ、まあいいか。あ、ちょっと。あ、なんだよ。おい、マジか、マジか。変なところで。あ、なかなか、しょぼい攻撃をしてくるわ。地味な攻撃しよって。あ、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 しまった、あ、あ、しまった、あ、さ、あ、なんだ、あ、あ、あ、なかったのか、あ、もう、あ、あ、こ、あ、ああもう攻撃しに行くと当たる。3、あん、4、あん、5か、あああ、3、あくっ、あっ、2、あん、あ、うん、やばい、あ、うん、あ、あ、しまった、こ、あ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 、じゃあ、さてと、塩招きマンとの戦いもそろそろ終わりにしたいわ。まあといっても、この第一形態はもうすでにこの必殺のちょいジャンプバスター、ちょいジャンプバスターのおかげでもうお遊びみたいなもんだ。お遊戯王ってところかな。よし、ちょいジャンプバスター、ちょいジャンプバスター、ちょいジャンプバスター。よし、次は何もないよからまた出たし、あとはこの避けにくい弾、どいつしゃがむのかわからないこいつ、こいつの攻略を急ぎたいな。1、2、3、4、5、5発目、1、2、3、4、5、5発目を打った後、5発目だ、5発目打った後、2、3、4、5、よし、1、2、3、あー、4、5、発明打った後だけ間に合わない。1、2、3、4、5、発明、あー、ダメだ、連射が、1、2、3、4、5発明、
1、2、3、4、5、発明だと1、2、3、4、5、発明だと、いや失敗入った、2、3、4、5、発明だとだ、1、2、3、4、1、2、3、4、5発明、よっしゃ、随分高いジャンピング時計だぞ。あれ降りてこない、え、あ、いいよ、これなら全てを許す。クソ、誰が絶対に許さない。というわけでチャオ2つ目のところか。